おはようございます。おはよう。おはようございます。皆さんおはようございます。初見だ。お、ありがとうございます。優しいターくん、元毒舌おはようございます。おはボッキーさん、おはようございます。子供センサちゃん、センシャさん、おはようございます。すがちち、おとおはようございます。おはおは、おはようございます。今日なんか、あ、そうだ、テロップも出さないとね。通りすがりの初見です、お星します。すいません、ちょうど星で読めないですね。ありがとうございます。あの、よかったらフォローしてください。おはようございます。皆さん、画面もざってる？まだもざってますか？
指を見る配信すいません、テロップやったらなんか顔文字絵文字が使えないみたいでね、ちょっとあダメなんだと思ってちょっとね。微妙にもざってます。本当ですか、なんでだろう、いつもの場所なんだけどね。なんでだろう、なんで画質悪いんだろう。見れてる？まだ悪いかな。なんかどうすればいいのかわからないな。いつもと同じなんですけどね。なんとか見れてる。プロフィールからパフォーマンスに期待しています。 ありがとうございます。頑張りますね。皆さんの前でね踊ることができたら嬉しいですね。安定に剥がれるかあ、じゃあ一回切ってもいいですか。すいません、あ、一回切ったらまた治るかもしれないので一回切ってもいいですか。すぐ見に来てくれますか皆さん。どうしよう。一回切りますね。すみません。切ります。すぐ見に来てね。はい、始めました。どうですか画質。
さっきより綺麗、良くなった。本当ですか。ちょっとなんかスマホの傾きを直したら、あの Wi-Fi がよく飛んでそうな感じになったんですけど。プロフィール読めるようになった。あ、よかったよかった、うん、さっきよりも多くの方が見てくれてますね。あ、よかった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 。皆さん今日お仕事ですか。それともお休みで家族とお出かけとかしたりするんですか、お子さんとか。笑顔やばいね。ワイカー、ワイカーってどういうことだ。可愛いってことですかね。いい感じにバイトです。あ、お疲れ様です。お休みです。おー、家でゴロゴロです。お休みの方多いですね、日曜日だから。他の方は、魔物さんおはようございます。すごい嬉しいです。毎回見に来てくださってますよね、うん、休みなのでのんびりします。のんびりしてくださいね。仕事疲れてるでしょ。はじめまして、赤毛団長来ましたよ。あ、はじめまして、赤毛団長さん。よかったらフォローしてくださいね。のんびりしてます。のんびりね、みんなしてますね。せっかさんおはようございます。今日も見に来てくださいましたね、ありがとうございます。おはようございます、初見です。お、やすさんありがとうございます。今日もいつも多いって言ってますけど、初見の方多いですね、うん。おはようございます、春夏さんっていうのかな、春夏、春夏さんおはようございます。おはようございます、皆さん。今日はね、夜の配信がちょっとできなくて申し訳ないです。この配信しかないですね、申し訳ないです。ボンボンさん初見です。このあとボヘミアンラプト、あれ初見、なんかボンボンさんの名前聞いたことあるような気がするんですけどね、なんでだろう。見に来たことないですか、ラプソディ、なんだろう、映画、なんか聞いたことあるな。それも後ろの髪めっちゃ気になる。あのちょっと
かこの壁に紙、うん、なんで剥がれる、あのくっつきにくいみたいで、あの両面テープで留めてるんですけど剥がれてくるんですね。毎度毎度のビリビリ配信でございます。何時までやるのこの配信。11時半くらいかな。テスト勉強するの？テスト勉強するしますよ。ちょっとやばいので今日は夜配信ちょっとできないです。申し訳ないです。テストがね。テスト期間は外出出とか遊びに行ったりするんですか？テスト期間はしないですね。基本的にしません。見て、放送事故手前のまったり配信。放送事故ですか？おはようございます。のらくろさん、おはようございます。痛みでそう。テスト前は課題に追われていた記憶が。あー、課題ね、課題あんまないかな。あってもなんかもうそういうほらワークとかだからさ、どっちにしろテスト勉強の時に使うんですよね。美白で笑顔も綺麗なんで最高に押せる。いやいやいや、そんなことないです。ありがとうございますね、みーたんさん。タイミング悪かったですね。頑張って。頑張ります。ほんとタイミング悪いですよね。何時に起きました？ 8 時くらいかな。ちょっと寝坊しました。新潟出身ですか？雪多いですか？あの冬は雪多いですけどまだ降ってないですよ。一回なんかみぞれみたいな、あられみたいな、あ、落ちちゃったじゃないか。眠そう。ほんと多分話、ノリジーさん初見の方ですか？あれ多分話し方ですね。多分もうちょっと紙貼り直しますね、両面テープ。この両面テープ自体が接着力がないのかな。もう剥がれて剥がれて剥がれまくり。やっほーいでしゅ。おはよう、みなさんこんにちは。ノーネームさん、ゆきみちゃんさん、おはよう。しらすさん、おはようございます。しらす星さん、しらすが好きなんですか？受験なんですか？受験じゃないですよ。あの
通の学校のテストです。なんか髪がボロボロになってきた両面テープに限界欲してる、欲しになってる。そうだね、限界なんだな両面テープがな。貼り直してるからね、何回もね。ナチュラルで癒し系だね。本当ですか、ありがとうございます。あんまりね、昨日も話の話題にあったんですけど、釣り師のようなことはできないですね絶対できない。渡辺美雪さんとか須田あかりさんとか、昔の、最近そんなでもないかな、あの中井理香さんみたいな感じのはちょっと。大学に行く予定はないの？ないですね。私はこのアイドルとかを目指しているので、しばらくそれでオーディション受けて頑張ろうみたいな感じですね。自分の諦めがつくまで。今日は忙しいかな。ちょっと勉強本当にやばくて、そう。こないだのテストが一教科だけ。腹痛まだ、ああまあ剥がれたよ。一教科だけだったんですね、2日間とも。で今回なんかいきなり3教科ずつやることになって、意味わかんないですよね。だからちょっとやばいんですね。すいません。その代わり毎日配信するつもりなのでね、見に来てくださいね。月曜日、明日ちょっとしか配信できないかもしれないです。すいません、1時間くらいしかできないかも。釣りは須田大先輩に任せよう笑顔で勝負や。そうですね、もし合格したらパフォーマンスとかでね、頑張りますね。文系なの？いや、そういうわけじゃないですね。ただテストがなんかちょっと時間割がちょっと変なんですね、今回。他のクラスとなんか違って、なんか変なんですね。バランス悪いですね。2時間ずつにすればいいのに。学校の子はオーディション受けてること知ってる？一人か二人にしか行ってないな。前受けたっていうのは二人行ってて、このオーディションはそのうちの一人の子にしか行ってない。あんま言いたくないですね。12月のカンガルー知ってますか？知ってますよ。好きですよ。可愛いですよね。カラフルですよね、衣装。あれですよね、渡辺美雪さんがまだいた時の、いた時、兼任してた時。なんか北川亮波さんがセンターのやつですね。可愛いですよね、踊りも。初見です。 SKE に就職してほしい。本当ですか、ありがとうございます。頑張りますね。大変だな、頑張って。頑張ります、頑張んないとね。
皆さんも応援しててくださいね。歌声かっこいいと想像。どうだろう。でも高い声あんま出せないかもね。出してもカスカスかもしれないですね。受かったらちょお前有名人じゃんってなりますね。そうですね。私の友達にも一人そういう感じの子がいて、だから学校でどうするのって聞かれるんですね。専門学校、最初専門学校行きながらやろう、受けようとしたんですけど、それだとお金、もし受かった時絶対やめないといけないじゃないですか。そんな両立なんて難しいじゃないですか、専門学校なんて。当然ね。だからなんで剥がれる。だからちょっとそう聞かれるから、聞かれた時はちょっとでダンスで行きたいとか言って、ちょっと軽い嘘をついております。合格させるように運営に欲してくる。頑張りますね本当に。詳しいですね、好感度アップ。最近私新潟出身なので NGT48 さんのことばっかりだったんですけど、このオーディション受ける時に勉強してます。今もちょっと勉強です。まだまだねわからないこともいっぱいあるんですけど、今頑張って勉強してますね。割と昔の方から勉強してるのでね。新潟初ね、SKE メンバーになってほしいな。そうだね、頑張ります。僕も新潟なんですが、高校の同級生がアイドルやってます。お、なんだろう、ご当地アイドル、新潟とかの。なんか新潟アイドルいっぱいあるような気がする。家事手伝いで行こう。あ、そうですね、そういう感じになっております。一応先生にはこのことを話し、ちゃんと話してあるので、担任ね。オーディション過去最高はどこまで行った？これ最終ですよね。最終だからこれかな。でもこの間 NNB48 の6期生のダンス審査まで行きました。歌唱審査で落ちてしまいました。歌が下手なんですね。エスケープ踊るの見れる日を期待している。踊れるように頑張りますね。 DMM で劇場公演見るとSKEよくわかる。その DMM ってお金かかるやつですか？前から気になってるんですよね。NGT48 さんのやつとか公演の映像見たいなと思ってるんですけど、あ、剥がれた。なんで剥がれるの？よし。歌唱審査はどんな歌を歌うんですか？今のところは48グループさんの曲ですね。AKB さんの曲。私でも歌えそうな曲。月3066円、結構一公演単品で500円ぐらい、結構高いですね。
私ケチなのでね、ちょっとああいうの細かいですね。見たいけどね、ちょっと高いな。オーディションでは爆発して絶対突破してね。そうですね、できるように頑張りますね。自分の力出さないとね、緊張しないように頑張りますね。絶対するけど。 NNB のダンス審査の時も緊張して、そう、緊張したんですね。緊張してダンス完璧だったのに2回踊ったんですけど、1回目間違えましたね、思いっきり。しかも、あ、間違えちゃったって顔しましたね、思いっきり。なんか2回目は大丈夫でしたけど、だから通ったんですかね。単品購入と月額見放題があります。まずは単品一つしてみたら。そうですね、ちょっと考えてみます。単品ならね、おはよう、さっちゃんさん、おはようございます。気になるやつだけ買うとかもできるよね。やってみようかな今度。ケチ、わかるわ、わかるでしょ、わかるでしょ。あのさ、食べ放題一番わかりやすい例だけどさ、みんなさ、食べたいという感じじゃなくて、私とか、まあ、私の友達も結構割といるんですけど、元取ってやろうって思いながら食べてます。食べ放題だから元取るぞ、あーみたいな。でこの間焼肉食べ放題行って、吐きそうになりました。具合悪くなりました。気をつけてください皆さん、食べ過ぎ。初めて食べ過ぎで気持ち悪くなりました。ハート100を受け取ってありがとうございますね。嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。バラードとアップテンポな曲どっち歌うのが得意ですか。なんかバラードとかの方が、あ、でもどうなんだろうな。バラードだとさ、あんま体リズム乗れないから、アップテンポな曲の方がリズム乗るから緊張がちょっと解けそう、楽しく歌えそうですよね。SKE に入ると足ムキムキになるけど大丈夫ですか。私ね、めっちゃ足ねムキムキなんですよ。あのふくらはぎやばい、ふくらはぎやばい。あのこのダンス習う前に新体操を習ってたんですね、私小学校の時。あの新体操ってつま先立ちばっかりするので、それでふくらはぎめっちゃ筋肉ついて本当にやばい。だから足の形ちょっと変ですよ、ふくらはぎだけ。なんか細い人って普通こう膝があってこうヒューじゃないですか。なんか私ちょっと無気みたいな、超筋肉。人格変わってる。え、だってさ、元取らないとさ、ねえ、ケチのなんていう、ケチ魂がうずきます。おはようございます、伊勢丹さん、おはようございます。食べ放題の、焼肉食べ放題の元取るのは難しい。まあね、なんか私 YouTube で前水溜りボンドさんのねやつ見たんですね。焼肉食べ放題どうしたら元取れんのかみたいな、難しいなと思いました。でもとりあえず私はご飯を食べない、肉のみ。
しかもちょっと高そう、わからないけどちょタンって高そうな雰囲気あるから、タン好きなのでタンをめっちゃ食べますね。欲しくなるまで食べるのかわいい。欲しいになってちょうど読めないですね、すいません。食べ放題は純粋の原価のよりもその店の単品の金額より高く食べようと思いますね。ですよね、やっぱそうだよね、食べ放題は元取らないとだよ皆さん。でも食べ過ぎると私みたいに吐きそうになるので気をつけてください。あの食べ放題行った後にみんなであのプリ取りに行こうってなったんですけど、私だけ本当に気持ち悪すぎて帰らせていただきました。本当にやばかった、迷惑かけましたね。元取ってやるぜ、よく分かりますその気持ち、ね、分かるでしょ、分かってくれる人いっぱいいると思います。男性の方とか結構思ってるんじゃないですか、そんなことない。食べ放題は絶対損するタイプです。元取るの難しいよね食べ放題で。でもとにかく肉を食べた方がいいと思います。お米はあんま食べないようにする。あとジュースはあんま炭酸飲まないようにしています。炭酸飲むとまあ太るっていうのもあるけど、砂糖とかねあるけど、あの炭酸でお腹膨らんじゃってお腹いっぱいになるからね。いろんな表現できるといいです。そうだね、もし合格したらね公演とかでねかっこいい足。本当ですか、本当にやばい、ムキムキすぎてふくらはぎだけ。運動してるとなるよね。そうなんだよね。そしてダンスも習ってたから余計なんかさらに増した気がした。 AKB48 グループ映像倉庫っていうのも月間見放題程度なので1000円程度なのでよかったら参考にしてください。ありがとうございます、教えてくださって。そうですね、目が乾いてきた。とりあえず牛なら高そう、そうそうそう、そういうのに油っぽいもの食べると気持ち悪くなっちゃうからタンとか食べてます。タンばっかり。わ、だるまありがとうございます、だるまが来た。焼肉食べ放題きつくなってきたからしゃぶしゃぶ食べ放題行くことが多くなってきた。しゃぶしゃぶも美味しいよね。しゃぶしゃぶだとさ胃もたれとか気にしなくていいよね。あのサラダバーとかいっぱいあるしさ、まあ、焼肉食べ放題もサイドメニューで美味しいのいっぱいあるけど、焼肉食べ放題の時は絶対キムチ頼んでますね。そこまで頑張るは面白い、頑張りますよ本当に。飲み物はウーロン茶でちょっとヘルシーな感じなんか抑えてくれそうじゃないですか、油とか。高くて美味しそうなのばかりかな、欲しいなってるけど食べる。そうですね、皆さんもそうでしょ。まあ違っても私はそうですサイドメニューのサラダ食いまくってる方が元取れてるのは私だけでしょうか。あ、どうなんだろうね、野菜とかね、
でも野菜よりは肉の方が取れそうな気もしますけどね。ダンス配信しちゃダメなのめっちゃ見に来る人も増えると思うんです。どうしよう。でもねちょっと今はできないです。すいません。いつからできるといいですね。部活はやってたの？部活はやってないでダンス習ってました。私は SK48 オールマイティな子より一つだけのいいところを見てくれるはず。得意のダンスで頑張る。ああ頑張ります。そこまで言われるとちょっとなんかプレッシャーっぽいですね。だるま100はだるま祭りありがとうございます。だるまめっちゃ飛んできました。コメントがまた止まってきましたよ。コメントしてね。好きなやつだけ食べてます。そうだよね。そうなんだよ。まあ食べ放題っていうのは好きなものいっぱい食べればいいんだよ基本的には。できる私は元取ろうって考えてしまう。ああ食べ物の話してきたら今ふとディズニーのクリスマスメニューが頭に浮かんできました。うん食べていきたいな。クリスマスディズニーかゆい頭。肉は死んだから野菜はいらないよ。まあそうね。アイス食べ放題なら頑張れる。アイス寒っ。今想像したらちょっと寒ってなった。アイスねあれは美味しいですよね。アイスキャンディー。あそうだアイス私も好きですね。雪見大福好き。雪見大福あとよくそこら辺のスーパーとかで売ってるようなちょっとカロリー低めのソフトクリームも美味しいですよ。ソフトクリームあと雪見大福好きね。あとな昔ながらの感じなのに牛乳のアイスとかさミルクアイスみたいな。かゆい。牛乳のアイスとあとはなんだろうね。チョコミントも好き。チョコミントよく歯磨き粉の味がしてあんま好きじゃないっていう方いますよね。皆さん何のアイス好きですか？私はやっぱり雪見大福かな。あと抹茶のアイス。抹茶好き。甘いものも好きなの。あんまり甘すぎるのは好きじゃない。なんか普通の菓子だとチョコ好きですけどアイスだとチョコ好きじゃない。あんまりあのクッキーとかだったらいいですけどね。ああいうオレオみたいな混ざってる。あれはチョコじゃないか。なんかねなんかチョコ好きじゃないんですよね。アイスの時のチョコ真っ黒な例えばパリパリの周り外がチョコでコーティングされてるとかあんまそういうの好きじゃない。私は普通のバニラがいいですね。お腹が鳴りましたね。そして愛知の食べ物合いそう。愛知の食べ物食べました。美味しかったです。ひつまぶしと味噌カツとあんこトースト。おぐらあんこトースト、あのモーニング名古屋モーニングですね。それとお土産に
ういろういろ、そう、味噌煮込みうどんと、なんだっけ、きしめんだった、きしめんだっけ、それ買いましたね。あと熱田神宮とお参りしてきたので、熱田神宮のおまんじゅう食べました。めっちゃ美味しかった。審査で緊張減らす技とかあったらいいな。話題誘導そうだね、ありがとうございます。スタースタースタースロースタースロースターターズさん、ありがとうございます。緊張ね、もう何しても緊張ダメですね。私はどうすればいいんだろう あ、しゃっくりが出てきた。私はなんかため息つくっていうか深呼吸するとちょっと緊張が和らぐような気がする。今売ってるダースのやつ好きです。あ、あれ美味しそうだと思う。美味しそう。牛乳のアイス好き。やっぱ牛乳のアイス美味しいですよね。ああいうさ、ちょっと栃木とかさ、県外行った時にさ売ってる牛乳のアイスとか美味しそう。あ、ヨーグルトのアイスも好き。ちょっと声でかかった。ヨーグルトのアイスも好き。安田ヨーグルト新潟ね。パルム、あ、でもね、チョコのアイス苦手だけどパルムはすごい美味しいと思う。ちょっと高いですよね。パルも美味しいよね。すっごいとろってしてますよね。チョコがとろけるみたいな。バニラフレーバーちょっと苦手。あ、そうなんだ。珍しいね、バニラ苦手な人。私バニラ好きですけどね。皆さんあれわかりますか？アイスといえば、あのコールドストーン歌いながら、チャン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 とか言いながらめっちゃ歌ってるんですね。歌いながらアイス作ってるんですね。すごい美味しいです。私はストロベリー系のやつ食べました。ベリー系のやつ、ピンクのラムレーズン一択。美味しいよね。あのあれ好きなんだけど、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、ハーゲンダッツ。ハーゲンダッツはもう美味しいですよね。高いからあんま買ってくれないけど、抹茶のマキバの星が好き。あのでもマキバのやつ美味しいですよね。抹茶は美味しいんだよね。抹茶好きね。美味しいよね。学校の給食とかで、あのアイス、あの違う、セレクトメニューみたいなので、みんな全校でアンケート取って、アンケート高かったメニューを給食に出すみたいなのがあったんですね。あの小中と中学かな、あったんですけど、その時みんなあれ、ハーゲンダッツな、ハーゲンダッツのアイス出る時あるんですね。ハーゲンダッツちょっと小さいですけど、それみんな書いてました。みんなでハーゲンダッツのアイス書こうぜ、ウェーイみたいな。だいたいそのセレクトメニューになると、だいたいがあのお汁系なんだか忘れた、あ、ミネストローレだったかな、にわかめご飯だったか枝豆ご飯で、で大体あの主菜が副食だ、どっちだったかな、が鶏の竜田揚げ。竜田揚げ美味しいですよね。
初見です。新潟は毎年20回ぐらい遊びに行ってるよ。ありがとうございます。あのフォローしてね、よかったら。20回、すごいね。何しに行ってるの？スキー、スキーかなんだろうね。 NGT の劇場そう、あ、そう、美味しいよね。一番好きかも、あのアイスのやつ。夏はいい、冬は雪見大福。そう、美味しい。あのシャリシャリ感がいいよね。すごい好きだよ。おはようございます。そら、そそらさん、おはようございます。安田ヨーグルトとは新潟のなんかヨーグルトあるんですね。ググってみてください。見てて楽しいよね。そうね、アイスは見てて楽しいよね。あのモナカも好きだな。アイス中にバニラのアイスが入ったモナカヤシダヨーグルト好きです。おはようございます。美味しいですよね。私もちょっと何年も食べてないけど美味しかった。もう一回食べたいな。結婚式のビンゴ大会でハーゲンダッツの詰め合わせ当たった。あ、すごいいいね。どうやって持って帰ったんですか？溶けそう。うん、そこって感じですよね。給食といえば塚田牛乳。え、私それじゃなかったな。私なんか青のパッケージのなんか3本くらい線がこう、なんだっけ、線放射状に向かってなってて、ここに丸がツンツンツンってついてるやつ、わかるかな夏はクーリッシュを食べながら帰るのが習慣になった。時々お腹痛い。クーリッシュ美味しいよね。意外とカロリー低いしね。クーリッシュ美味しい。給食でハーゲンダッツは見たことない。出たんですよ私のところ。でも私給食の時あれも好きだった、リンゴシャーベット。あのリンゴを凍らせた感じ、ちょっと甘く煮たやつかな。甘く煮て凍らせたやつがすごい好き。ハーゲンダッツの紅茶味が好き。高いけど紅茶味のアイスあんま食べたことないんですよね。美味しいんですか？スノボと釣りをしに湯沢浜辺とへぎそば田園に十日町。あ、私もね、釣りしに湯沢行ったことありますよ。超前だけど楽しいですよね。あのなんだっけ、アユかな、アジだ、アジは違うわ、アユだったかイワシだったか釣るところですよね。わかりますよ。あの最後焼くこと、魚焼い調理できますよね。焼いたりとか塩焼きにして美味しいですよね。釣りね、そう結構好き。ずっとやってないけど結構好き。夏に新潟行った時はサラダホープお土産で買った。ほんと美味しいよね。あれも新潟なんかせんべい系有名ですよね。私あの、わかりますか、せんべい王国。おせんべい作れるところあるんですよ新潟。多分 NGT のメンバーさんも前なんかやってた。私もちっちゃい時とか行ったことあるんですけど、すごい美味しいですよ。
自分で焼けるんです。絵とかも描けますね。大きいせんべい作れるんです。もう顔ぐらいの大きさの大きいせんべいが作れる。雪見大福なら給食に出た。え、すごっ。雪見大福は給食に出てなかったな。そうそう、再起動する。え、画質悪いかな。また悪い。なんで今日ダメなの。やだな、もうどうした。画質悪いかな。どうしたんだろう。イワシは海だ。イワナのことか。なるほど、そっちか。え、どうしよう。一回じゃあもう一回消してもいいですか。そっちの方いいよね。画質悪い。まだ違いだね。画質悪いままなんて嫌ですよね、皆さん。一回消してもう一回つけてもいいですか。どうぞ。長くなるとあれなのかな。ねえ、なんかね、今日なんか場所いつもと一緒なのに Wi-Fi があんま飛ばないみたい。行きます。じゃあ一回消します。皆さんすぐ戻ってきてくださいね。一回消しますよ。消しまーす。